フリーメイソンは16世紀後半から17世紀初頭に半然としない期限から起きた友愛結社。多様な形で全世界に存在し会員数は600万人を超える。うち15万人はスコットランドグランドロッジ並びにアイルランドグランドロッジの管区た25万人は英連邦グランドロッジに。200万人は 米国のグランドロッジに所属している。日本グランドロッジ参加の会員数は約1500人、そのうち日本人は約250人。フリーメーソンとは厳密には各個人会員のことを指しており、団体名としては以下の通り。以下、英語的な発音であるフリーメーソンリーと記載するが、フランマッソンやマッソン結社なども使われている。 なお本項目はフリーメイソンと表記するが、日本グランドロッジはフリーメイソンと表記している。この UI 結社は管轄上、独立したグランドロッジもしくは一部が投票者の形で組織され、それぞれが下部組織からなる自身の管区を管轄している。これらの多様なグランドロッジは、それぞれが認め合い、あるいは拒否し、教会を形成する。また、 フリーメイソンリーの主要な支部には関連した付属団体が存在するが、それらはそれぞれが独立した組織である。フリーメイソンリーは秘密結社、またはセミシークレット団体と表現する場合があるが、いかなる団体であれ、団体内部の秘密というものがあり、そうした視点においてフリーメイソンリーは広く知られた公開結社なのであるというフリーメイソンリー側の意見もある。 お前、秘密を漏らしたら、首を切るぞと脅かして、口伝で秘技を伝えた実務的メイソンの時代は400年間続いた。ロータリークラブ、ライオンズクラブは、それぞれの創立者が、フリーメイソンであり、フリーメイソンリーから派生したとも言える。西洋史に深い関わりを持つ。帝国郵便を担うトゥルンウントタクシス家出身の、 皇帝特別主席代理は全員フリーメーソンであった。フリーメーソンリーは自由、平等、友愛、寛容、人道の5つの基本理念がある。フリーメーソンリーのシンボルマークの一つ。定規とコンパスは石膏職人のギルドだったことの名残。上向き三角形と下向き三角形の結合はダビデの星を形成し、男と女、人、影、天と。 地、精神と物質など、世界の二元性の融和を表現している。中央の G は、思考存在を意味し、神、気化学、栄光、寛容、黄金、グノーシスの意味も込められている。フリーメイソンにおいて、個々の建築道具は、人間の美徳と対応し、直角定規は、道徳、コンパスは真理、小手は結束という愛、土は、知識や知恵を象徴している。 フリーメーソンリーが用いるシンボルの一つ、プロビデンスの目。18世紀の備品。壁に、プロビデンスの目。エプロン、コルドン、ガイなど。米国エドモンズのロッジ。オーストラリアメルボルンアボッツフォードのロッジ内部。宴会場、コンサート会場、フリーメーソンのロッジ。これらの用途として1836年に建設された、ノルウェーのオスロにある、ガムレローシェン。 1920年制定オリンピック期。古代ギリシア時代の古代オリンピックに習い、近代オリンピックを提唱したピエールド・クーベルタン男爵は、フリーメイソンである。1894年、国際オリンピック委員会設立時のメンバーであったアンプティル男爵は1890年に、フリーメイソンリーに入会した。また、初期 IOC メンバーで、 初代イギリスオリンピック委員会会長のデスボロ男爵も1875年にフリーメーソンリーに入会した。第1回大会は男性のみ参加資格があったが1名の女性マラソン選手が非正規で参加し4年1ヶ月を経た第2回大会から女性の参加が整備された。クーベルタン男爵は女性の参加は男性にとって良からぬことであると考えていた。 紀元とフリリーーメイソンリーに関して対外的なな資料が少ないため諸説存在するレギウスマニュースクリプトとして知られるある詩人はおよそ1390年頃と疑われるとしておりこれは諸説あるメイソン紀元説の中では最も早くに登るものである16世紀にはスコットランドにメイソンのロッジが存在していたとする証拠もある 例えば、スコットランドのキルイニングのロッジには、16世紀後半の記録があり、それは1599年にあった第二種アーホーに言及している。イングランドにおいては、17世紀中盤にはロッジが存在していたことを示す明白な書章がある。最初のグランドロッジである、英国グランドロッジは1717 17年6月24日に設立され、この日に、 四つの既存のロンドンのロッジが合同で、晩餐をしている。こうして、統括期間は素早く拡張され、ほとんどの英国のロッジが結合した。しかし、少数のロッジは、GLE が起とした、例えば第三位会の創設のようないくつかの、近代化に奮然として、1751年7月17日に、これに対抗した、グランドロッジを形成し、 彼らはそれを古代英国グランドロッジと称した。この近代と古代の二つのグランドロッジは1813年9月25日に英連邦グランドロッジに統合されるまで互いに歯を競った。アイルランドグランドロッジとスコットランドグランドロッジはそれぞれ1725年と1736年に形成された。フリーメイソンリーは 1730年代までには古代、近代ともに北米の英植民地に進出し多様な州、グランドロッジを組織した。独立戦争後、米国のグランドロッジは独立し、それぞれの州に根を下ろした。何人かはジョージ・ワシントンを初代グランドマスターとしてこれらを股にかけた合衆国グランドロッジの組織を構想したが、 多くのグランドロッジが統合によって、自分たちの権利が低下するのを望まなかったため、このアイデアは短命に終わった。古代であれ、近代であれ、ロッジを運営するにあたって行っている、メイソンリーとしての活動内容に差はなかったのだが、こうした部門は F&AM だったり AF、AF&AM だったりと、そのネーミングに名残を見出し得た。 ヨーロッパの最も古い管区であるフランス大統領は1733年に設立された。しかしながら、大統領は思考の存在への存する義務を会員規定から撤廃し、英語圏メーソンとの確執を引き起こし、両者は1877年頃公式の関係を断絶した。こうした中で、グランドロジュナシオナルフランセーズが一般に、 英連邦メイソンとの友好関係を保ち、世界と調和した唯一のグランドロッジとなった。こうした経由に、しばしばフリーメイソンリーは、相互に親善関係にない二つの系統から構成されると言われている。ラテン系の地域においては、一説によると、大統社系スタイルの大陸型メイソンが優勢を占めていたとされるが、英連邦メイソンと、 友好関係にあるグランドロッジも存在し、それは A メーソンと友愛関係を仲良く分かち合っている。世界の他の地域においてはマイナーなバリエーションも存在するが、フリーメイソンリーの大部分は A 連邦をメーソンのスタイルが禁じの傾向にある。移縮組合としての実務的メーソンリーが前身として中世に存在したとする説もある。こうした 職人団体としてのフリーメイソンリーは近代になって衰えたが、イギリスでは建築に関係のない貴族、紳士、知識人がフリーメイソンリーに加入し始めた。それとともにフリーメイソンリーは職人団体から友愛団体に変貌したとするのである。または実務的メイソンリーとの直接の関係はなく、その組織を参考に貴族たちが別個に作ったのが、 試作的メイソンリーであるとも言う。中世ヨーロッパでは、建築は、あらゆる分野の技術に精通する必要がある、王者の技術とされ、建築学や、職人の社会的地位は高かった。また、技術の伝承についても、厳しい掟が設けられた。その神秘性から、実務的メイソンリーが貴族などに注目され、バラ十字団の正体ではないかと期待するものもあった。 もっとも、これについては、実務的メイソンリーはあくまでも、石膏団体であり、期待は裏切られた結果に終わったようである。石膏団体を元にした名残として、石膏の道具であった直角定規と、コンパスが、シンボルマークとして描かれ、内部の会議制度には、土手、職人、親方の故障が残っており、集会においては、元は、石膏の作業着であるエプロンを着用する。 なお、ピラミッドに、目の、プロビデンスの目をシンボルとするのは、フリーメーソンだけではなく、啓蒙時代のヨーロッパにおいて、啓蒙思想の立場を取る団体が好んで使用した、シンボルであり、フランス人権宣言の上部に、シンボルが描かれているのも、基本となる考え方が、啓蒙時代の哲学的、政治学的諸原理に由来するためである。友愛団体に変貌したフリーメーソンリーは、 イギリスから商業や文化のネットワークを介してヨーロッパ諸国、ロシア、アメリカ大陸、さらには西洋諸国従属下にあるアフリカやアジアの植民地にまで広まった。民間人を対象とする国際的な互助組織がない時代だったので会員であれば相互に助け合うというフリーメイソンリーは困難を抱えた人間にとって 非常にありがたかった。ウィーンのロッジに加入していたモーツァルトは、同じロッジのフリーメーソンに借金の無心をした記録が残っている。フリーメーソンリーが広まった時期は、絶対王政から、啓蒙君主、市民革命へと、政治的な激動が続く時代でもあり、特定の宗教を持たずに、理性や自由破壊の思想を掲げるヨーロッパ系、フリーメーソンリーは、 特定の宗教を否定することから自由思想としてカトリック教会などの宗教権力からは敵視された。とりわけフランス革命の当事者たちの多くがフリーメイソンであったためしばしば旧体制側から体制を転覆するための陰謀組織とみなされた。ナチスドイツの時代には マルクス主義や自由主義と共に民族の統一を阻む抹殺されるべき教説として扱われ弾圧を受けた。独立戦争に関わった多くの会員がいたアメリカにおいても白眼視される傾向があった。ちなみにニューヨークの自由の女神像はフランス系フリーメイソンリーとアメリカ系フリーメイソンリーの間に交わされた贈り物という側面もあり、 台座の名盤にはその経緯とメイソンリーの定義、コンパス G の紋章が刻まれている。フリーメイソンリーの入会儀式は秘密とされたが、そのために、かえって様々な好奇心をかき立てた。トルストイの戦争と平和では1810年代のロシアのフリーメイソンの会合が描写されている。また、モーツァルトの 魔的にフリーメイソンリーの入会儀式の影響を指摘する意見もある。カトリックとの対立関係は長く、1738年に、時のローマ教皇クレメンス12世が、フリーメイソンの波門を教書で宣告した。もっとも、カトリックの影響力低下もあり、もとより、イギリスなど、プロテスタント諸国では波門の影響は、ほとんどなかった。 一方カトリックの少なくないフランスでは、両者の対立はカトリックによる一方的な圧力にとどまらず、逆に、政教分離を主張したフリーメーソンリーなどの影響で、公立学校から聖職者が追放される事態も起こった。1983年に波紋は一応解除されたが、カトリックは公的にフリーメーソンを危険視する姿勢を崩していない。しかし、 カトリック信徒でフリーメイソンリーに入会する者は少なくないという。フリーメイソンに関する歴史やテンプル騎士団との関係については、エムベージェント、アールリー、テンプル騎士団とフリーメイソンに小説されている。元フリーメイソンであった創始者による新宗教も多く、モルモン教の創始者、ジョセフ・スミス並びに二代目大官庁ブリナム・ヤング、エホバの証人の創始者、 チャールズ・テイズ、ラッセル、クリスチャン・サイエンスの創始者、メリー・ベーカー・エディラがいる。外洋ロータリークラブ創設者、P.P. ハリス。フリーメイソンである。ライオンズ・クラブ創設者、メルビン・ジョーンズの彫像。メルビン・ジョーンズは、フリーメイソンである。日本グランドロッジのグランドセクレタリーであり2002年に、グランドマスターを務めたフィリップ・エアンブローズによると、ボーイスカウトや、 ロータリークラブ、ライオンズクラブなどは、フリーメイソンリーからの派生であるという。高須勝次が名誉会員に名を連ねると学会の運営委員で、フリーメイソンに関する書籍を表している。み上龍太郎によると、フリーメイソンは何をしているのかという問いは、ロータリークラブや、ライオンズクラブが何をしているのかという問いと同様であり、ボーイスカウトを思い浮かべてもよく、 ボランティア活動も一生懸命で、フリーメイソンは、ロッジ内で、商売や政治の話はできないので、陰謀を巡らせるような組織でもないそうである。フリーメイソンリーとは、全人類の兄弟愛という理想の実現、文明というものが持つ神聖で最高の理想実現、等を目的にする、UI 団体であり、ボーイスカウト、ロータリークラブ。 ライオンズクラブ等の社会奉仕団体のような事前活動も行うが、事前活動が全てというわけではない。ロータリークラブの創始者であるポール・ピー・ハリスはフリーメーソンであったが、社会奉仕と事前活動に専念する公開結社として、ロータリークラブを設立したと言われている。愛知県江南市のロータリークラブの話では、フリーメーソンリーから、 ロータリークラブになった経緯としては、ポール・ハリスは、フリーメイソンリーのように閉鎖的な秘密結社より、開かれた組織を求めたのであろうということであり、ロータリークラブ側は組織としてのフリーメイソンリーとの関わりは否定しているということである。フリーメイソンの高須克児の話では、フリーメイソンリーが、ロータリークラブと同様の組織であるかというと、全く違うようである。 元国際ロータリー会長、レーモンド・ヘイ・バンズラムフリーメーソンである。ライオンズ・クラブでは、ライオンズ・クラブ国際協会の創設者、メルビン・ジョーンズは、フリーメーソンである。ボーイスカウト初期ボーイスカウトの指導者たち。中央、ロバート・ベーデン・パウエル。左、アーネスト・トンプソン・シートン。右、ダニエル・カーター・ビアード。ボーイスカウトの創設者。 ロバート・ベーデン・パウエルボーイスカウトとフリーメーソンリーの関係においてボーイスカウト創設者の英国陸軍少将ロバート・ベーデン・パウエルは妻オレブによるとフリーメーソンではなく娘のベティも父ロバートはメイソンのメンバーではないというロバート・ベーデン・パウエルの弟デビッドはフリーメーソンであったロバートの孫マイケルもフリーメーソンでありマイケルはオーストラリアのロッジ ベーデン・パウエル・ロッジナンバー488のもと、マスターである。ベーデン・パウエル・ロッジナンバー488のように、ボーイスカウトたちによって作られたロバート、ベーデン・パウエルにちなんだフリーメイソンリーのロッジもあり、ベーデン・パウエル・ロッジナンバー488は、1929年、ゴー・ビクトリア州知事で、ビクトリア・グランド・ロッジのグランドマスターを務める。 フリーメーソンのサマーズ男クらの会議により、ボーイスカウトのフリーメーソンロッジが計画され、設立された。サマーズ男クは、ボーイスカウトの理事長、副チーフスカウトを経て、1941年のロバート・ベーデン・パウエルの死後、ロバートを引き継いで、チーフスカウトになった。ベーデン・パウエルロッジナンバー八十八は、ロバート・ベーデン・パウエルの名が付けられた、最初のロッジであり、 また、存命人物の名が、ロッジにつけられることは異例であった。ロバートはこのロッジのために、w i ズ Best Wishes for the Success of the Lodge i n デ i t s Good Work, Barden, Powell of g i l w e l l 1 1931と、明記した。スカウトの名を冠する、フリーメイソンのロッジ、スカウトロッジもある。ロバート・ベーデン・パウエルは、ノーベル文学小作家、 ラドヤード・キップリングと友人であった。1916年、ロバートは低年齢のスカウトへの教えに適した物語が必要と思い、キップリングの著書、ジャングル・ブックを株スカウトのハンドブックのメインテーマに使いたいとキップリングに頼んだ。キップリングは承諾した。キップリングは1886年に、 メイソンリーに入会し1889年にメイソンリーを辞め、1909年に再びメイソンリーに参加し、1910年に名誉会員を務め、1922年にビルダーズ・オブ・ザ・サイレント・シティーズ・ロッジナンバー12の設立に関与し、その後生涯にわたりその設立したロッジの会員であった。米国ボーイスカウト設立発起人、ウィリアム・ディクソン・ボイス。 英国ボーイスカウト少年が、ウィリアム・ディクソン・ボイスに実践した前行により、米国ボーイスカウトは設立された。その物語は文献による幾分の相違があるが、いずれにせよ米国ボーイスカウトの発案者はボイスである。アメリカ合衆国のボーイスカウト1907年に、英国で発足した、ボーイスカウトが米国に設立されたのは1910年で、ある。 アメリカのボーイスカウト設立は、英国のある、ボーイスカウト少年の前行に由来する。ビースサ設立発起人となる、米国人実業家、ウィリアム・ディクソン・ボイスが1909年に、英国ロンドンに滞在中、ノームで道に迷ってしまい、ある少年がボイスを助けた。その少年は、ボーイスカウトであり、ボイスが、お礼のチップを用意しても、 少年は人に親切にすることは、スカウトの義務であると説明し、チップを受け取らなかった。少年に感激したボイスは、ロバート・ベーデン・パウエルに会い、米国にボーイスカウトを設立することを提案し、アーネスト・トンプソン・シートン、ダニエル・カーター・ビアード、ジェームス・イ・ウェストの3人の協力のもと、1910年2月8日に、ビースサを設立した。 ロバート・ベーデン・パウエルと彼ら4人の設立者の、内フリーメイソンであったことが確認されているのは、ウィリアム・ディクソン・ボイス、ダニエル・カーター・ビアード、ジェームス・イ、e、ー・ウェストの3人である。ビースサの設立発起人となったボイスの他3人は、設立時の役員に就任した。またダニエル・カーター・ビアードが組織していた、サンズ・オブ・ダニエル・ブーンは、ビースサが設立されると、 ビーッサに合併した。ボイスが1915年に設立したローンスクアウト・オブ・アメリカは1924年にビーッサに合併した。ボーイスカウトにより、ダン・おじさんとして親しまれるダニエル・カーター・ビアードはフリーメーソン・リーとボーイスカウトとの関係を最初に築いたフリーメーソンであるという。またビーッサへの貢献により、 メソニックロッジの会員すなわちフリーメイソンにメダルが贈られるダニエル・カーター・ビアード・メソニック・スカウター・アワードがあり、これはフリーメイソンリーによる栄誉としてビーサの承認を得て創設された賞である。ホワイトハウスのオーバルオフィスにてボーイスカウトから敬礼を受けるフリーメイソンのハリー・エストルマン大統領。ビッサ設立時における大統領の役割としてはウィリアム・タフトが 現職大統領、セオドア・ルーズベルトが前大統領として、ビースサ役員に就任した。ビースサ設立発起人、ウィリアム・ディクソン・ボイスのほか、ビースサ設立時の14人の役員の内フリーメイソンであったことが確認されているのは、名誉会長のウィリアム・タフト、名誉副会長兼チーフスカウト市民のセオドア・ルーズベルト、 副会長のミルトン・エマクレイ、同じく副会長のベンジャミン・エル、デュラニー、ナショナルスカウト・コミッショナーのダニエル・カーター・ビアード、チーフ・スカウト・エグゼクティブのジェームス・イ・ウエストなど。その他、チャールズ・イーストマンや、グリフィス・オーグデン・エリスらフリー・メイソンと確認されている人物が設立に関与した。日本のボーイ・スカウト第二次世界大戦後の日本において、ボーイ・スカウトは、 日本のフリーメイソンリー復興に大きな役割を果たし、またフリーメイソンリー側では、米国のメイソンたちが、日本のボーイスカウトを支援する約束をした。1947年、連合国軍占領下の日本における、ボーイスカウト活動再開を許可した、連合国軍最高司令官、ダグラス・マッカーサーは、フリーメイソンであった。 マッカーサーは1949年9月から1951年4月の帰国までボーイスカウト日本連盟の名誉総長を務めた。ボーイスカウト日本連盟の前身である少年団日本連盟初代総裁の後藤新平はフリーメイソンであり戦後のボーイスカウト復興に取り組んだボーイスカウトの幹部村山優と三島道春も後にフリーメイソンリーに入会した。 日本のフリーメイソンリーはボーイスカウト団体を支援している。日本のフリーメイソンリーの恒例行事、メソニック子ども祭りにはボーイスカウトが参加する。ロンドンのグレート、クイーンロードにあるフリーメイソンズホール。1933年に竣工し、イングランド、連合グランドロッジが入っている。また一般向けの博物館も併設している。 フリーメイソン日本グランドロッジの公式ホームページによれば会員相互の特性と人格の向上を図り良き人々をさらに良くしようとする団体であるとされているが具体的な活動内容は非公開である。対外的には学校設営や事前団体への資金援助などのチャリティー活動を行っており日本では5月に子供祭り 8月にバーベキューが催され、これには会員以外の一般人も参加可能であるという。その他の行事として、昼食会、野外活動、遠足、チャリティーコンサートなどがある。社会福祉として、個人、ホームレス、レープ被害者、眼球バンク、やけどした子供、盲導犬等に関わる活動を支援している。会員同士の親睦を深め合うことも、 活動の一環であり、集会後の食事会も正式な活動である。初期のロッジは、レストランやパブ、居酒屋、宿泊施設が多かった。フリーメイソン特有の握手。フリーメイソンは公害してはいけない、秘密の握手がある。秘密の握手は、種類がいくつかある。フリーメイソンリーは、原則として、国や州を単位とする。 グランドロッジと呼ばれる本部があるものの、全体を統制する総本部はない。ただし、最初にグランドロッジの成立した、イングランドのグランドロッジによる認証が本流であると、する認識から、これを、正規派、正当派と称し、同グランドロッジが認証しないロッジは非正規な、存在とみなされることが多い。以下の、会員数、入会条件も、 正規派とされるフリーメイソンリーの例である。グランドロッジは、プロビンシャルグランドロッジや、ディストリクトグランドロッジと呼ばれる県、地域支部、及び直轄に管理されるロッジで構成され、県、地域支部は、ロッジと呼ばれる支部から構成される。ただし、活動規模の小さい国や地域では、グランドロッジは、県、地域支部を置かず、ロッジを直接管理している場合もある。 日本においては、一般財団法人日本名寸財団と、任意団体、日本グランドロッジ参加のロッジ軍の2形態で構成され、日本名寸財団所有の建物に日本、グランドロッジが入居し、各ロッジの福祉関連事業は、財団の事業予算で支援されている。また、イングランド系、スコットランド系、フィリピン系、アメリカマサチューセッツ州の系統、 アメリカ・ワシントン州のプリンスホール系ロッジが日本グランドロッジとは別系統で存在する。それらのほとんどは在日米軍基地内にある軍事ロッジである。ロッジは他のロッジから認証されることでフリーメイソンのネットワークに加入できる。あるロッジの振る舞いがフリーメイソンリーとして不適切であった場合他のロッジはそのロッジへの認証を取り消すことで排除する。 正式名称がフリーアクセプティットメイソンズであるのはそのためである。会員はブラザーと互いに呼び合う。会員は秘密の不調や握手法で兄弟かどうかを見分け、兄弟はいざという時は助け合うことになっている。欧米には有力者の会員も多いため、様々な場面で有利に働くことがあるという。ただし、ロッジには、 外の問題を持ち込まない決まりになっているとされる。また、不調や悪手法は秘密の建前ながら、現実には、暴露本などで有名になりすぎたため、欧米では無闇に使いたがる、非会員も少なからず存在する。そのため、実際に会員を見分ける必要があるときは、会員証を提示させるか、それができない状況ならば、さらに込み入った質問を行っている。また、 ヨーロッパのフリーメイソンには巡回員に相当する存在としてサービングブラザーが設けられている。これは初期にレストランなどを利用してロッジの会合を開いていたことに端を発する。店主や球児などにも守秘義務を課す必要があったため必要最小限の参入儀礼を取り行い巡回員相当の資格を与えた上で 実務的な内容の制約を取り交わすことにしたのである。専用のロッジが一般的になると、今度は門外門営に有給で奉仕する兄弟を雇用する事例が増えた。門外門営は職務上儀式に参加できないため、不人気であり、会員のみでは人手不足になりがちだからである。また、貴族を会員に迎え入れた場合、その従者を徒弟化、あるいは、 奉仕する兄弟にしたり、軍事ロッジで雑務を行う、下級兵士を奉仕する兄弟にした例もある。アメリカでは巡回員の制度はないが、施設の維持管理などは、信頼のおける、非会員を有給で雇う例が少なくない。会員数については上述したが、非公開的な結社であるため、移設もあり、日本グランドロッジによれば、世界に上述の半数の、 約300万人とされている。また、2011年に、ウォールストリート・ジャーナルが報じたところによると、2000年代半ばに200万人を切り、現在は140万人になっている。朝日新聞に明らかにしたところによれば、日本での会員数は、約2000人で、多くは、在日米軍関係者。日本人は300人程度という。 そのため海外からの日本グランドロッジに対する認識は、いわゆる軍事ロッジであるという。日本人における会員第1号は、青州。米軍関係者は国外への移動も多くその実数は変動する。また、日本国内には、フィリピン系ライジングさん、黒人系プリンスホール等のロッジ、及び会員も別途存在するため、正確な会員数は不明。 日本のロッジでは、英語と日本語、またはそのいずれか一方が使用されている。1800年頃の入会儀式の一部。入会資格として何らかの真摯な信仰を要求しており、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教の信徒はもちろん、仏教徒などであっても入会できる。無信論者は入会できない。たとえ信仰する宗教があったとしても、 社会的地位の確立していない宗教である場合は、入会できない。ただし、特定の宗教を信仰していなくても、神の存在を信じるものであれば、入会資格はある。これらの信仰を総称して、思考の存在への尊崇と、信仰と呼ぶ、マスターメイソンの子息のための老天の儀式。その他の入会資格として、青年男子で、 世間での評判が良く、高い道徳的品性の持ち主であり、健全な心に恵まれ、定職と一定の収入があり、家族がいるならばきちんと養っていること、身体障害者でないことが求められる。ただし、二度の世界大戦で、少威軍人が激増し、社会活動する、身体障害者は珍しくなくなった。そのため、現在は、 身体障害者排除の規定は廃止されていないが、ロッジの裁量で入会を認めることができるようになっている。国立ロッジナンバー3の入会条件からも、各国、各、ロッジごとに差異があることが伺われる。京都メソニックロッジナンバー5では、関西圏内に12ヶ月以上居住していることという条件があった。ロッジ会員の投票で、 全会一致の承認を得た上で、さらに新編調査を行い最終的に決定する。また、入会時には4万円から6万円程度の一時金が必要である。このほか年会費として6000円前後。アメリカでは、入会金450ドル年会費300ドルそして、いざ入会する際には、儀式の暗記と先生の暗証が求められる。 そのため事前にコーチがついてレクチャーも行われる。入会を拒否された場合でも、一定期間を置いて、再申請は可能。儀式の中には、ソロモン神殿の地区下統領ヒラムアビフの伝承等を、メイソンの理念に絡めた演劇を行うものが、存在する。日本グランドロッジでは、月に一度無料説明会を行っている。1970年代には、 会員数が5000人規模に達したが、その後減り続け、2000人規模まで落ち込んだ。2006年、ダヴィンチコードが映画化され、これを見た、入会死亡者が増加。無料説明会を開くようになった。しかし、2008年に、広報担当の渡辺和弘と北村安中が、朝日新聞の取材に応じた、際の渡辺の説明によると、人脈づくりを期待したり、 秘密結社という想像を膨らませたりして入って、期待と違うとやめていく人が多いということであった。アメリカでは、会員数減少に歯止めをかけるため、説明会の広告を出し、集団儀式を主催して数百人単位での新規入会を行うようになった。しかし、フリーメイソンズ・フォー・ダミーズの著者、クリストファー・ホダップによると、高齢団員による絶望的なグループ、 請求書の支払いやまずい食事、誰がユニフォームにアイロンをかけるかといったことに関する長時間の会議などを目の当たりにして、新人の多くは二度と姿を見せなかった。ただし、こうした努力の結果、会員数減少に歯止めはかかっているという。また、メイソンの食事会、集会、ロッジにおける政治活動も禁じられており、 宗教や政治問題を持ち込んではならないとしている。自分が会員であることを隠す必要はなく、会員であることを公言している人もいる。ただし、自分以外の会員について、そのものが存命中に会員であることを公表する、ことは禁じられている。入会勧誘は、内気で禁じており、公募はしていない。入会には二人の推薦者が必要とされる。 推薦者となる二人のフリーメイソンの友人、知人がいない者は、ロッジを訪問し、多くの会員たちと交流する中で推薦人を見つけることもできるようである。入会の前に、多数のメイソンリー会員と知り合うことは重要なことのようである。外部の取材については、かつては厳しく制限していたが、近年は、 フリーメーソンズホールにザライブラリーミュージアム・オブ・フリーメーソンリーを併設して蔵書を閲覧できるようにしたり所蔵品を紹介するツアーを実施している。また定期的にグランドマスターの就任式を公開したりテレビカメラの前で会員が儀式劇を再現するなど少しずつ情報公開に方向転換している。ちなみに 日本グランドロッジの儀式見学を許された初めての取材者は赤松義である。これはあくまで外部取材についての話で、ジャーナリストの会員はこれ以前から少なからず存在する。2016年8月25日、日本初となるオフィシャルガイドが宝島社より発売予定。女性は入会することができないが、外閣団体として、 第三階級マスターメイソンの妻、母、姉妹だけが入会できるイースタンスターが存在する。こうした外郭団体は女性を対象とするものでも会員がお目付け役権サポーターとして付けられている。また一部のロッジでは女性のフリーメイソンリー会員を認めているところもあるが多くのロッジでは伝統などを理由にこれを認めておらず排除している。ちなみに 女性会員の場合でも呼び方は、シスターではなく、ブラザーである。子供から入会できる、外郭団体としては、男子は、ディモレー結社、女子は、国際、予部の娘たち、少女のための虹の国際結社などがあり、ボーイスカウトや、ガールスカウトに類似する活動を行っている。ディモレー結社や虹の少女たちは、親が非会員でも入会できる。 イングランドのロッジが認証していない非正規ロッジとフリーメイソン以外の秘密結社の区別はしばしば曖昧である。フランス大統領とフランスでの同行フランス共和国政府の公式ロゴマリアンヌ。フランス大統領はフランス共和国の原則として最大に具現化されている自由、平等、友愛の原則を大切に守っている。相当のわし。 フランス大統社におけるスコティッシュライトの最高評議会の第33階級と最終階級の最も偉大な観察官の装飾品。非正規派のグランドロッジとして有力なのはフランスのフランス大統社である。ただし当初は英米系と相互承認関係にあった。同ロッジは従来のフランスグランドロッジから独立した勢力を統合し、 1773年10月22日、発足した。仏大統社は、英米系のロッジと違い、組織として、政治活動に加わるものも少なくなかった。フランスでフリーメイソンリーが、政治的影響を強めるのは19世紀後半、第三共和世紀に入ってからである。政治活動を禁じた、正規派と異なり、仏大統社は、圧力団体としても機能した。 1877年9月13日、仏大統舎は検証を改定して、思考の存在への損数と信仰の義務規定を撤廃し、良心の自由と人間性の確立を新たな基本理念と定めた。これを基本理念の逸脱とみなした AK ロッジは、仏大統社の認証を取り消した。ただし、正規派、名尊の片切三郎によれば、1867年、 仏大統社がアメリカルイジアナ州に設立したスコティッシュライト評議会が同州のグランドロッジに管轄権を要求したため、米国系ロッジはこれを不服とするルイジアナ州のグランドロッジの要請に基づき、仏大統社の認証を取り消した事件があった。片切りによれば、英米系との対立はこの事件がきっかけであり、検証改定はダメ押しに過ぎなかったとしている。 その結果、仏大統者は、無信論者のレッテルを貼られたが、これは信仰の自由、信仰しない自由を共に認めたものであり、信仰そのものの否定ではない。さらに、その後共産主義者の入会も認め、アーサー・グルーシル、フレッドツェラーなど、グランドマスターになった者も,もいる。また、フランスのロッジに、女性会員やアフリカ系会員を認めたことも、正規派による、 避難の理由とされた。すなわち、当時の正規派が人種差別思想を多分に持っていたことを意味する。現在でも、フランスでは、普通大統社系のフリーメイソンリーが最大勢力である。政治的には、19世紀末から20世紀初めに、カトリックとの対立の所産でもある、政教分離推進に強い影響力を持った。そのため、 1904年にはフランスはローマ教皇庁との国交断絶に至った。その後影響力を低下させたが、1936年の総選挙で人民戦線が勝利した背景にも、仏大統社の仲介があったという。戦後も民族自決の立場からフランス植民地だったアルジェリア独立を支持するなど、仏大統社は、 政治的発言を行っている。仏大統社は、ベルギー大統社などとクリップせずを設立している。正規派に比べて、少数ではあるが、欧州や中南米を中心に、約8万人がこれに属しているという。なお、大統社を名乗っているロッジがすべて仏大統社系では、ない。正規派で、大統社を称するロッジも多いのである。プリンスホール過去に、 非正規派として知られていたのが、アメリカの黒人、メイソン、プリンスホールによる、グランドロッジ、アフリカロッジである。1784年9月20日、ボストンで設立された。こちらも1787年に一度イングランドの、グランドロッジから承認を受けていた。しかし、活動が、休眠状態となり、納付金滞納を理由に1813年に、 認証を取り消された。1827年、活動を再開し、納付金支払いを A グランドロッジに願い出たが、A 側はこれを無視した。やむなく、同年6月28日、独自のグランドロッジ設立を宣言。普通統当社との大きな違いは、黒人によるロッジは、従来の英米系ロッジと、全く変わることのない検証を報じていたことである。 そのため、最初の納付金体能はともかく、その後支払いを願い出ても相手にせず、英米系ロッジが黒人のグランドロッジを無視し続けたことは、英米系ロッジによる人種差別思想の表れと言えた。黒人によるロッジは、独自に勢力を拡大し、米国とカナダを中心に、日本にもロッジを設けている。正規派が黒人によるロッジを再承認するようになったのは、 1980年代も後半になってからである。1994年にはイングランドグランドロッジとの相互承認を回復した。ハンメイソンリーはフリーメイソンに対する対抗勢力と定義されてきた。しかしながら、こうしたハンメイソンの成功は必ずしも共通しているわけではない。ハンメイソンリーは多様なメイソンに敵対的な集団による幅広い 様々な批判からなっており、多くの暴露や告発が、18世紀以来、行われてきた。1826年以来起きた、モーガン批判のような政治的な反爆は、一定期間にわたる反メーソン運動を生み出し、それは未だに使われることがある。フリーメイソンリーは、宗教に挑戦する心情を形成するとされることがあり、あるいはそれ自体が異端団体であり、 批判を招くこともある。キリスト教とフリーメーソンリリ多様な宗派の構成員たちが、批判説を唱えるが、とりわけクリスチャンの宗派はメーソンに対し高姿勢で、接し、信者たちに会員になることを禁止したり、反対したりしてきた。カトリック教会フリーメーソンリリ批判において、最も歴史の長い宗派は、ローマカトリック教会である。教会の教理に、 真っ向から矛盾する自然主義的な理心論を唱えていることからカトリック教会によるメイソン批判がなされてきた。こうして数名の教皇たちの会直がフリーメイソンリーに反対して発布された。その最初のものは教皇クレメンス12世の1738年4月28日の会直であり、最後のものは レオ13世の1890年10月15日の使徒的書簡である。1917年発布の教会法は、特にフリーメイソンリーに入会する者は、必然的に波紋になると明白に謳っている。また、同年の教会法では、メイソン的と思われる書籍が禁止されている。1983年になると、教会は、新しい教会法を発布した。 それは、前の教会法のように、メイソンの団体を秘密結社であると名指しでは、批判をしていないが、以下のように記している。反教会的な陰謀を持つ結社に参加する者は、即座に処罰を被る。そのような結社を助長したり、入会したりする者は、政務禁止の罰を被る。ここで、メイソンという表記がなくなっていることから、第二バチカン公会議によりリベラル化した。 教会においては、カトリック信者のメイソン・リリーへの参加禁止の態度が変化したのではないかという考えを、カトリックの側でもまた、メイソンの側でも引き起こすことになる。しかしながら、ヨーゼフ・ラッツィンガー・枢機卿教は、教理省長官として、メイソンの組織に対して、以下のように公に宣言している。メイソン組織に対する教会の否定的な判決は、 彼らが教会とは相入れない教義を持つようになって、以来、変わることなく残っている。それゆえ、そこに参加する、者たちは、除外された状態であり続ける。メイソン組織に登録される信者は、滞在の状態にあり、生体配慮に預かってはいけない。それゆえカトリックの考え方によると、メイソンのロッジへの参加は未だに波紋に該当する、行為であり続けるということになる。 一方、フリーメイソンリーは、カトリックとの友好関係の構築に反対しているわけではない。A 連邦グランドロッジとそれに連なるロッジ軍は、教会の主張を否定して、フリーメイソンは、宗教ではなく、宗教の代理でもないとしている。プロテスタントカトリックの訴えとは、対照的に、プロテスタントの側からの批判は、フリーメイソンが神秘主義、オカルト主義、 悪魔主義であるとする見地に根ざしているようである。例えば、メイソンの学者アルバート・パイクは、しばしばプロテスタントによって、メイソンの権威的な立場にいる者として扱われる。しかし、パイクは白式ではあるが、公的な情報だけに依拠するなら、議論の対象になっているようフリーメイソンリーの、スポークスマンではなく、さらには、こうした批判は、 19世紀の合衆国で孤立していた南部のフリーメイソンリーに対する姿勢と無理解に基づいているとフリーメイソンリーによって主張されている。自由メソジスト教会の創始者である B.T. ロバーツはフリーメイソンリーに対する19世紀中盤における反対者であった。ロバーツは道徳的見地からこの組織に反対し言及している。ロッジの神は 聖書の神にあらずロバーツはフリーメイソンリーを神秘主義か代替宗教とし自分の教会においてフリーメイソンの大臣を支持することがないよう推奨した秘密結社からの自由は自由メソジスト教会の自由の由来の一つでもあった聖公会フリーメイソンリーの創始以来多くの英国国教会の主教はメイソンになってしまい大主教ジオフリーフィッシャーも そのような一人であった。過去において、英国国教会では、国教会の教えとメイソンの実践に矛盾が生まれると、するものは、少数だった。しかしながら、過去何十年かにおいては、特に教会の福音的勝利のために、国教会でフリーメイソンリーに対する議論が、話題に上ることもあった。玄関タベリー大主教である、ローアン・ウィリアムズ博士は、 メイソンの儀式に対するいくつかの懸念を持っていることを明らかにし、一方で国教会での内や外でのメイソンの犯罪行為を耐え、がたいとしている。一方で2003年には英国のメイソンリーに対して自身がモンマス主教であった時にキリスト教とメイソンの心情は相入れないとし、自分のン区内における 上級職へのメイソンの任用を妨げたことについて、謝罪の必要性を感じているという。聖教会1933年、ギリシャ聖教会は、フリーメイソンであることは、廃教行為の構成要件となると声明し、従って、そのようなものは、委託医師、メイソンリーを抜けるまで両寄与できないとした。これは、聖教会の終始不変の見解とされている。 フリーメーソンリーに対する正教会の論評は、フリーメーソンリーは、それが神秘主義や秘密主義、あるいは、理神論を信奉する秘密結社である限りにおいて、キリスト教とあらゆる点において、共存することができない。とする、カトリック教会やプロテスタントの従来の主張を、支持している。世紀のフリーメーソンリーは、伝統として、 これらの主張に対して、しばしば A 連邦グランドロッジに連なる、ロッジ軍の、メイソンは宗教でなく、宗教に代わるものでもないとする以上の反論は、していない。近年では、しかしながら、こうした姿勢は変化しつつあり、多くのメイソンのウェブサイトや出版物が、これらの批判に反論している。イスラム教と、フリーメイソンリ一部に、メイソンを、 メシア戦勝者とする批判もあるものの、多くのイスラム教徒の反メーソン議論は、反ユダヤ主義や、反シオニズムとリンクしている。反メーソンのムスリムによると、メーソンは、全世界のユダヤ人の利益を促進し、エルサレムに黄金のドームを破壊してのソロモン神殿の再建を推し進めるものである。また、ハマースによる1988年の、 抵抗運動の定義第28章の記述によると、メイソンや、ロータリークラブや、ライオンズクラブその他の暴力グループは、シオニズムの利益を図り、その指示に従っている。イスラム教徒が多数を占めている多くの国々では、管区を伴ってのメイソンリー設立は許されていないが、トルコやモロッコのような国では、グランドロッジが設置されており、マレーシアやレバノンのような国では、 他国のグランドロッジ参加の支部グランドロッジが存在する。パキスタンにおいては1972年に当時の首相仏党がフリーメイソンリーを追放し、その全ての印刷物を差し押さえている。イラクは第一次大戦後、英国の委任党治療となり、その前後には英連邦メイソンも進出したが、1958年のイラク革命によって、 関係は逆転し、立憲君主制は廃止され、アブドルカリーム・カーシムによって、共和制が宣言された。そして、ロッジにおける、会合の許可証は廃止され、その後の法律ではさらに進んで、あらゆる形での会合の禁止が導入された。その姿勢は、その後サッダーム・フセインの下で強化され、フリーメイソンリーを含むシオニストの方針を推進する、ものや、 シオニスト組織に関係するものは誰であれ、死刑が定められた。ロベルト・カルビエー連邦系のフリーメイソンリーは、会員の政治及び宗教に関する議論を禁じているが、有力者が会員として存在し、また世界的な組織である以上、国際政治に無縁な組織として活動を続けることは難しいという意見もある。例えば1981年には、 すでに、フリーメイソンのロッジとしての承認を取り消されていた、イタリアのロッジ、ピーニが、承認取り消し後にも、元会長で、極右政党幹部のリイチオ・ジェッリーや、アンブロシアの銀行頭取のロベルト・カルビラの、元メンバーがその後も、ピーニとして活動し、イタリア共産党を除く政財界やマフィア、バチカンとの間を結びつけていた。そして、国際的に、反共勢力の援助を行い、 さらに国内ではクーデターを起としたことが明るみに出た事件があった。その結果、P2 の関係者で他のロッジのメンバーとなっていたものはフリーメイソンリリーを追放された。このように有力者が会員として存在している以上、フリーメイソンの理念に反した形で個々のロッジの次元を超えて政治的、社会的活動や陰謀を行う者の,の存在がないとは言えない。 過去には第一次世界大戦中にイングランドグランドロッジは敵国となったドイツ、オーストリア、ハンガリー、トルコ出身者の会員すべてを追放し戦後もしばらく解除されなかったことがあった戦後フランスとドイツのフリーメーソンリーが両者の親善を協議したものの戦争犯罪については意見が折り合わなかったこのようにフランス系は元より 政治と距離を置く正規派においても、政治の影響は避けられなかった。中世イギリスの石膏職人の、ロッジ説テンプル騎士団説ソロモン、神殿建築仮説近代設立説ピラミッド建設の際の石膏集団説第3階級の儀式。18世紀。米国のメーソンの証明書。名前、階級履歴等の記入欄がある。メーソンリーに、 入会して第1階級のメイソンになることを、イニシエーテッド、第2階級への、進級を、パスと第3階級への、昇級を、レーズドと言っている。各々の英語に対応した、入会、進級、昇級という日本語は、日本グランドロッジによる区分けである。フリーメイソンリーの階級はこれだけである。ただし、実務的メイソンリーの組織では、途程、 職人の二階級のみで、親方は職人の代表者という位置づけであり、階級ではなかった。また、土手のさらに下に、ロッジに加入していない下働きの石膏も存在した。親方が階級として文化したのは18世紀に、入ってから、試作的メイソンリーによるものである。1717 17年のグランドロッジの成立から、 遅くとも1730年には導入され、次第に定着していった。これは他の職業のギルドが、早くから三階級に分かれていた影響もあったと言われる。実務的メイソンリーでは、都手から職人への進級は、最低7年を必要とし、さらに技能試験に合格する必要があった。しかし、現在の試作的メイソンリーでは、 石膏の実務を修行するわけではないため、親方への昇級は3から4ヶ月で可能である。一般的にフリーメイソンリーの上位階級として知られているのは、関連組織のスコティッシュライト、ヨークライトが用意した階級である。スコティッシュライトは30階級、ヨークライトは9階級の上位階級を用意している。かつてのオリエンタルライトメンフィスでは、 94もの上位階級を設けていた。1737年3月21日、フランス・パリで、騎士のアンドリュー・ m ラムゼーがフリーメイソンリーの目標は、世界を一大共和国となすことで、起源は、移縮組合ではなく十字軍であると主張した演説を行った。上位階級が記録されているのはこれ以降のことであり、ラムゼーの演説をきっかけに創設された可能性が、 高い。また、ラムゼーは暗にテンプル騎士団との関わりもほのめかしたという。なお、陰謀論でフリーメーソンリーがワンワールドを目指す組織とされることがあるのは、ラムゼーのこの発言が原因と思われる。ワンワールド思想については、フリーメーソンリー側も否定していないが、組織的に特定政府の転覆を図ることはないとしている。この結果、 一時は線を越す階級が乱立し、また、基本階級のロッジに対する有意権を主張して対立するなど、混乱を引き起こした。さらに、上位階級は、パテントとして、階級授与者が、独自の判断で、第三者に階級を授与する権利を与える、方式だったので、基本階級を経ず、ロッジに足を踏み入れたことのない上位階級者さえ、現れた。現在では、 上位階級の組織は、フリーメイソンリーの上位団体ではなく、関連組織として位置づけられている。そして、上位階級の授与資格者を、親方階級を得た者に限っている。しかし、オカルト色の強い階級が多数あることも影響して、陰謀論ではしばしば闇の組織として取り沙汰される。また、ロッジによっては、 上位階級を用意していても、内容を秘密にしているところもあるという。上位階級の昇級の詳細については、非公開だが、バクロ露本によって公開された内容は事実であることを、認めている。例えば、ある階級の儀式には、バチカンの教皇の帽子とヨーロッパの王様の王冠を、模した帽子を踏み潰すというものがあり、教皇権や王権との対立の歴史を物語っている。 特殊な例として、スウェーデン儀礼の上位階級がある。スウェーデンでは、最上位階級は、スウェーデン国王専用となっており、国権とフリーメイソンリーが一体化している。しかし、正規派ロッジとは、相互承認関係にある。基本の三階級は、ブルーロッジと呼ばれる。単に、ロッジと呼ぶ場合は、この、ブルーロッジで構成された、集会所を指すことが多い。 これに対し、上位階級は、さらにいくつかに分けられるが、総称して、レッドロッジと呼ぶ。英語版、ウィキペディアのスコティッシュライトも参照。片切りサブローによれば、33階級は、功労者に与えられる、名誉階級であるという。基本階級は必ず正規の参入儀礼を必要と、するが、上位階級は4、9、12から14、18、22。 28から33階級は正規の参入儀礼で、それ以外は通達により昇級が行われるという。33階級の上にさらに3階級を付け加えられているとする説もある。英語版、ウィキペディアのヨークライトも参照。英語版、ウィキペディアのスウェディッシュライトも参照。4階級と5階級はまとめて扱われているようである。フリーメイソンの伝道として、 バージニア州アレキサンドリアに建てられたジョージ・ワシントン・メソニック・ナショナル・メモリアル。ワシントンの名が刻まれている。フリーメイソンであるとされる著名人のリストである。なお、このリストはあくまで参考文献にフリーメイソンであると記されていることを示すに止まり、各々の人物が本当にフリーメイソンであると断言するものではない。フリーメイソンであるとされる人物にも、 結社に所属していたという直接の証拠が残っているものもいれば、資料によってはフリーメイソンであったとされるものもいる。中には、ジョージ・ワシントンのようにフリーメイソンの霊創師の肖像画や写真が残っているものも存在する。また、フリーメイソンであったか否か、文献館で争いがあるものもいる。例えばワーグナーは、 ある本では1841年に加入したことになっているが、別の本ではそのことには触れられておらず、代わりに1872年に入団申し込みをしたが断られたエピソードが挙げられている。会員数はアメリカが世界最大である。初期の移民は宗教闘争から逃れてきたものが多く、その中にフリーメイソンの会員が数多く含まれていたことに気にし、 フリーメイソンの理念と集会は、コロニーの人々をまとめる役割を持った。アメリカの建国に携わったベンジャミン・フランクリンや、ジョージ・ワシントンなど、アメリカ建国の父56人のうち、53人が、会員であった。歴代アメリカ合衆国大統領のうち、ワシントンを含めて14人が会員となっている。吉村は、アメリカの本質を、道徳国家と捉え、 フリーメイソンの理念との共通点を示唆している。フリーメイソンのアメリカ合衆国大統領は15人であったとする説もある。日本では市販の書籍で陰謀論のみが目につくが、欧米では会員であることは一種のステータスでもある。元日本グランドロッジの大館であるリチャード・クライプは、10年前の米国のある雑誌の調査であるとして、全米トップビジネスマン15000人中。 1>, 1万人が会員であり、英国でも男性王族は入会が伝統になっていると述べた。インターネットの普及により、世界各国フリーメイソンリーのグランドロッジ、個別のロッジ等のウェブサイトを訪問すると著名な会員名が公表されている場合がある。またフリーメイソンのウィリアム・アール・デンスローが表し、フリーメイソンのハリー・エストルーマン第33代、 米国大統領が序文を寄せた書籍1万フェーマスフリーメイソンズ1万人の著名なフリーメイソンはフェニックスメイソンリーメソニックミュージアムライブラリーがインターネット上で全編を公開している。1万フェーマスフリーメイソンズにその時代までのすべての著名なフリーメイソンが列挙されているわけではない。例えば1920年代にヨーロッパで時代の長寿であった。 リヒャルト空伝法フ・カレルギー伯爵は、彼を敵視していた、ナチスドイツが発行した、大フライマラーベルテンショアン、オーガニゼーション・ウント・ポリティック、フリーメーソンリー世界間組織と政策によって、フリーメーソンであることが暴露され、空伝法フ・カレルギーの支持者であったトルーマンが、序文に参加しているにもかかわらず、10、零零零フェーマスフリーメイソンズに、 風電報復アレルギーの名は、記載がない。ガットスン・ボーグラムは、フリーメイソンになってから、ラシュモア・さんの頂に4人の大統領の彫像を400人の作業員と共に作った。左端からワシントン、ジェファーソン、ティー・ルーズベルト、リンカーン。メイソンの服装のベンジャミン・フランクリン。1929年7月24日、ホワイトハウス。 ケロッグ・ブリアン協定の発行日に、ケロッグは起立した3人の内右側。ケロッグとブリアンはフリーメーソン。バージニア州ノーフォークにあるマッカーサー記念館のダグラス・マッカーサー像。アポロ11号の登場員のエドウィン・オルドリン。ジョージ・ワシントン・メソニック・ナショナル・メモリアル内に写真が飾られており、オルドリンの左手薬指にはフリーメーソンの指輪がはめられている。 アポロ14号登場の宇宙飛行士、エドガー・ミッチェル。彼もまたメイソンであり、月面と地球との間で、テレパシー実験を行った。ジョセフィン・ベーカー。アーノルド・パーマー。米議会名誉語勲章。この勲章は、ジョージ・ワシントンらのメイソンも受勲している。NBA ・スコッティ・ピッペン。メイソンの米大統領フランクリン・ルーズベルトと、メイソンの英首相。 ウィンストン・チャーチル。大西洋憲章が調印された英国戦艦プリンス・オブ・ウェールズにて、国際連合の設立に寄与する構想、大西洋憲章は、フランクリン・ルーズベルトとチャーチルの二人の名ーによって、調印が行われた。国際連合の前身国際連盟を、14カ条の平和原則により提唱したウッドロー・ウィルソン第28代、大統領は、フリーメーソンとは、 通常考えられていないが、彼の副大統領トーマス・アール・マーシャルは、フリーメイソンであり、1881年に、マスター・メイソンに昇級した。アメリカ合衆国は、フリーメイソンのジェームズ・モンロー第5代大統領が、提唱した、モンロー主義の尊重もあり、国際連盟不参加。以上がメイソンであると、通常考えられている大統領である。秘密結社。 スカルボーンズのロゴ。ブッシュ夫子はメンバーの中にフリーメイソンも多数いるとされるスカルボーンズのメンバーである。パパ・ブッシュが1990年9月11日に連邦議会スピーチで用いたニューアールドオーダーという言葉はフリーメイソンリーを想起させることとなった。またパパ・ブッシュは大統領就任の先生で ジョージ・ワシントンのメイソンの聖書を使用し、息子のジョージ・ W ・ブッシュは2001年の就任時に、ジョージ・ワシントンのメイソンの聖書を希望したが、天候不良により使用できなかったため一家の聖書を使用した。これまでのところ、ブッシュフ氏は、メイソンではない。正規ロッジに、ブッシュフ氏の入会記録はない。第三代、トーマス・ジェファーソンは、メーソンであるともないとも言われ、 メイソンでないという考えが有力である。第16代、エイブラハム・リンカーンは、メイソンではない。第40代、ロナルド・レーガンは、メイソンではないが、スコティッシュ・ライトの名誉会員であった。第41代ジョージ・ H.W. ブッシュ、第43代ジョージ・ W. ブッシュの不死は、これまでのところメイソンではない。ブッシュ不死のメイソン入り入会を記録している、正規ロッジはない。 第42代ビル・クリントンは、メイソンリーの外閣団体デモ例のメンバーであり、これまでのところメイソンではないようである。第44代バラク・オバマは、2009年11月時点では、メイソンではない。大統領がメイソンでなくとも副大統領がメイソンで、ある政権、どちらも、メイソンでない政権、どちらも、メイソンである政権がある。フリーメイソンの清掃を着た。 カラカウア国王。ハワイ諸島の発見者、ジェームズ・クックは、メイソンであったと常々言われている。クックが、ロッジ・オブ・インダストリーナンバーワン86に入会した、メイソンであるという主張があるが、そのロッジはクックが死去してからおよそ9年後に、認可された。ディドロとダランベールらによる、 百科全書。モンテスキュー、ボルテールも参加した。ラファイエットとジョージ・ワシントンの彫像。パリ16区のアメリカ合衆国広場。フランス皇帝ナポレオン一世の像。ロテル・デザン・バリッド、中庭。ビクトル・ユー・ゴー像。ブルボン宮殿。背後の文言は1849年。欧州統合構想演説。エッフェル塔モーツァルトに。 音楽的影響を与えたヨハン・クリスティアン・バッハ。音楽の父、ジェイス・バッハの息子。ジェイス・バッハも、メイソンという説がある。イルミナティ主催者、アダム・バイスハウプト教授。フリーメイソンディにも入会した。フリーメイソンの文豪、ゲーテ。イルミナティにも入会した。ゲーテとシラーの像。ワイマールの劇場広場。デム・ジクターパル、ゲーテウント。 シルレルダス・ファーター・ラント。ドレスデンの文学博物館、シラーハウシェンにあるシラーとケルナーの像。左端が、クリスティアン・ゴットフリート・ケルナー。その隣がシラー。弁護士、ハインリヒ・マルクス一家の自宅。息子のカール・マルクスもここで育った。現、カール・マルクス記念館。1926年に、ノーベル平和賞を二人同時受賞したブリアント、シュトレーゼマン。 二人とも、フリーメソン。自動文学、ピノッキオの冒険の著者、カルロ・コッローディが、幼少期を過ごした、トスカーナの村落、コッローディにある、ピノッキオ公園。イタリア大表者の建物、パラッツォ・ジュスティニアーに、ハイドンとモーツァルト。メーソンを象徴する調合、三つのフラット。モーツァルトが、メーソンのための諸作品で用いた。カンタータ、 フリーメイソンの喜び編母長調 K471 フリーメイソンのための創創音楽破綻長 K477 ピアノ競争曲第22番編母長調 K482 公共曲第39番編母長調 K543 などが3つのフラットを用いたメイソンのための楽曲であるモーツァルト フリーメイソンのための創創音楽を主張する、ノーベル平和賞受賞の平和主義者、アルフレート・フリート博士。アール・クーデン・ホーフ・カレルギー伯爵が結成の、パンヨーロッパ連合の旗。後年の新デザインのもの。青空、赤十字、金色の太陽、欧州旗の星。ニュートン力学を確立したアイザック・ニュートン。 大阪芸術大学の淳岡陽明教授によると、ニュートンはフリーメイソンロッジの取りを計画し、弟子のジョン・デ・サグリエにロンドングランドロッジを設立させ、ニュートンがロンドングランドロッジの実質的支配者であったという。しかしながら、ニュートン自身がフリーメイソンであるかどうかは不確かである。一万フェーマスフリーメイソンズにニュートンの項目はない。 準急教授もニュートンがフリーメイソンであるとは記述していない。ニュートンを著名なフリーメイソンとして掲載しているアイルランドのロッジストリートパトリックナンバー468はニュートンの入会日所属ロッジを記載していない。英国の科学団体王立協会多数のフリーメイソンが王立協会メンバーである。王立協会メンバーのメイソンは哲学者 モンテスキュー、英首相チャーチル、ノーベル賞物理学賞、アルバート・マイケルソン、ノーベル生理学、医学賞、アレクサンダー・フレミング、王立協会会長、アイザック・ニュートンの弟子デザグリエ、米建国のベンジャミン・フランクリン、世界初訪日、メイソンのイサーク・ティチングなど、イングランド出身のイギリス国王ジ・ロク六世と、スコットランドのメイソンたち、百科全書に影響を与えた、 サイクロペディア。スウィフト原作、ガリバー旅行記の一場面、空飛ぶ島、ラピュータと遭遇するガリバー。映画会社パラマウントのロゴ。ナツスからのパリの解放を描写した同社の映画、パリは燃えているかという題名は、フリーメイソンを弾圧したアドルフ・ヒトラーの言葉から。赤十字と赤新月の表彰。共通表彰の赤随章。アンリ・デュナンの彫像。 フォンディター・デール・エ・クロワ・ルージュ。革命家、バクーニン。球技バスケットボールの考案者、ジェームズ・ネイ・スミス。ジェームズ・ネイ・スミスの米国切手。1919年と1928年に、インド国民会議議長を務めたモティ・ガルネル。写真左は妻。写真右の息子は独立インドの初代首相、ジャワハル・ラール・ネルー。C キングスフォード・スミスが1928年に米国で購入した航空機の現物。彼は同期にサザンクロスと名付けた。1935年に彼が豪政府に売却したその現物機はブリスベン空港近郊にある彼の記念館のドームに保管、展示されている。シドニー国際空港のキングスフォード・スミスを記念した展示場。同空港は 彼の栄誉を称えて、彼の名の、キングスフォードスミス国際空港としても知られる。サザンクロスの模型や彼の肖像が飾られている。北朝鮮最高指導者キム・ジョン・ウンは、彼の右手を懐に入れる仕草が、ナポレオン一世の真似とも言われ、その仕草は、フリーメイソンの特徴であるがキム・ジョン・ウンは、メイソンではないであろう。彼がメイソンならば、 彼の国家の国際関係はもっと安定している、はずであろう、など噂されている。大韓民国では2011年、ナポレオンが懐に手を入れるのは、フリーメイソンリーの会員同士の合図であると、文化放送が特集した。キム・ジョンウンは、子供の頃からバスケットボールというスポーツが大好きで、ある。このスポーツを1891年に考案した。 ジェームズ・ネイ・スミスは1894年にフリーメーソンリーに入会した。スイス留学時代のキム・ジョンウンは NBA のヨーロッパ遠征試合を観戦するために公立中学校の午後の授業を抜け出して北朝鮮。大使館に車を出させて親友と二人で日帰りでスイス・ベルーンからフランス・パリへ行った。公立中学校の休み時間はいつもバスケットボールで遊び、 自宅にバスケットボールの漫画がたくさんあり、学校でよくバスケットボール漫画の絵を描いていた。磯崎、沢田、ライブ攻撃北朝鮮入門は当時韓国で人気のあった日本の漫画、スラムダンクのハングル版を、金正恩も読んでいたものと推測している。2000年までのスイス留学時代の金正恩は未成年であるためいまだフリーメイソンリーに入会できない。 最高指導者となって以降も金正恩第一初期が最も熱中するスポーツのバスケットボールに対する思い入れが見られ2013年の動向においては外務省をバスケットボール講演機関として指定した元 NBA 選手デニス・ロッドマンは1861年設立ロッジの米ニュージャージー州アカシア・ロッジが明かしたところによるとフリーメーソンである 2013年2月28日北朝鮮平壌にて、フリーメイソンのデニス・ロッドマンは、キム・ジョンウンと二人でバスケットボールを観戦後、キム・ジョンウンに行った。ロッドマンは2013年9月に、友人の近代一書記に会いに行くために再び、北朝鮮を訪問した。ロッドマンは2013年12月には北朝鮮で、北朝鮮バスケットチームの指導をする予定であり、 2014年1月には、バスケット交流試合のために、北朝鮮に行く予定であり、フリーメイソン仲間で、元 NBA チームメイトのピッペンが、交流試合メンバーに入っている。共産主義者を受け入れるフリーメイソンリーのロッジは、フランス大統領系やロシアのグランドロッジなどである。ジェッリー逮捕後、彼のナポリの別荘を家宅捜索時に押収された。 ベルルスコーニの P にロッジ入会時の会費の領収書を。ロッジ P にはイタリアに本拠を置いていた団体。メンバーはイタリアの政府や軍関係者、警察関係者内の反共産主議者を中心としていたが、南アメリカの軍事独裁政権との関係が深く、その活動内容がフリーメイソン内から避難され1976年に破門された。 しかしその後も、元代表のリーチオジェリラが、極右組織と組んで活動し、1980年には、メンバーが、ボローニア駅爆破テロ事件を引き起こした。元イタリア王国王大使の、ビットリオ・エマヌエレディ・サボヤや、シルビオ・ベルルスコーニ首相、バチカンの金融スキャンダルを引き起こし暗殺された、アンブロシアの銀行頭取のロベルト・カルビも、メンバーであった。デモレーは、 14世紀のテンプル騎士団の最後の総長であり、フリーメイソンリーのメンバーであったジャック・ドモレーの優れた騎士道精神にちなんで名付けられた団体。デモレーは12歳から21歳の若者のための人格育成を目指している組織である。日本における現在の活動地域は東京のみ。場所は東京メソニック協会。ウォルト・ディズニーはデモレーのメンバーである。 陰謀を疑う人々らがウォルト・ディズニーを第33階級のフリーメイソンと主張しているが、その主張に根拠はない。ジョン・スタインベックはデモレーのメンバーであり、フリーメイソンでもあった。シュラインは1870年に作られたフリーメイソンのち組織。もともとメイソン間の親睦や娯楽を目的に作られた団体で恵まれない子供に、 小児科病院を運営することにあった。著名人の入会者には、コメディアンのハロルドロイドや、ケンタッキーフライドチキンの創業者カーネル、サンダースなどがいる。すべてのシュライン会員が、メイソンだが、すべてのメイソンが、シュライン会員ということではない。映画文芸テレビ番組、ケージモースオックスフォード事件簿シーズン1.2、漫画ゲーム秘密結社。 フリーメイソンメンバー200万人の名前や職業などがネットで公開中ギガジネ2015年12月6日フリーメイソン190年分の名簿をネット公開 AFP2015 年11月24日ありがとうございます